スイカモバイルスイカ Android 版モバイルスイカのバージョン 4A メニュー画面モバイルスイカは東日本旅客鉄道が提供するお財布携帯対応の携帯電話及び PHS において同社が発行する IC 乗車カードであるスイカの機能を搭載したアプリケーションソフトウェア及びそのサービスである。本港では iOS 版モバイルデバイス向けに提供している アップルペイ版、スイカ、並びにアンドロイド版モバイルデバイス向けに提供している Google ググペイ版スイカについても記す。2006年1月28日に NTT ドコモと AU の対応機種をはじめにサービスを開始した。同年12月2日にソフトバンク2009年7月5日より Qwilcom でもサービスを開始した。また2011年7月23日に NTT ドコモと AU、ソフトバンクの Android 搭載のスマートフォンでもサービス開始した。2013年4月6日には e モバイルの Android 搭載のスマートフォンでもサービス開始した。なお、これまでお財布携帯搭載の SIM フリー端末については長らく非対応の状態が続いていたが、2015年12月2日の定例社長会見において、 昨今利用者数を増やしているこれらシムフリー端末についても12月中旬をメドに対応させることを正式に発表した。各キャリアの iOS 端末については2016年9月7日に行われた Apple のスペシャルイベントにおいて10月下旬より Apple 定番 s u i の提供を開始することが発表されている。 2020年9月8日時点の現在の会員数は約1000万人である。カード型のスイカと同様にスイカに対応している自動改札機などを利用して JR や私鉄などの交通機関に乗車できる機能や駅構内、街中の店舗や自動販売機、コインロッカーでの支払いができるスイカショッピングサービス機能がある。モバイルスイカではこれに加えて 携帯電話の機能を利用したオンラインチャージや利用履歴及び残額の確認、定期券、新幹線特急券、スイカグリーン券の購入、利用などの機能が提供されており、カードが頼り、利便性が向上している。モバイルスイカを利用するためには、モバイルスイカに対応したスマートフォンが必要である。対応機種でもモバイルスイカがプリインストールされていない場合は、 モバイルスイカのウェブサイトから専用アプリをダウンロードできる。モバイルスイカには会員種別がある。乗車券としてはカード型のスイカと同様に対応する各鉄道、バス事業者で利用可能である。首都圏 IC カード総合利用サービス及び交通系 IC カード全国総合利用サービスにも対応する。モバイルスイカ独自の機能として クレジット決済によるスイカグリーン券の購入が可能であり、モバイルスイカ1台で対象となる普通列車グリーン車に乗車が可能となっている。なお、モバイルスイカでは券売機でスイカグリーン券を購入することはできない。カード型のスイカと同様、モバイルスイカに定期券機能を搭載することもできる。ただし、通学定期券機能は大学、 専門学校生相当のみに限られ、高校生以下向けの通学定期券機能を搭載することはできない。また、JR 東日本スイカエリア路線を含まない定期券、及び他社線 JR 線、他社線となる連絡定期券の機能を搭載することはできない。JR 線のみのモバイルスイカ定期券から、JR 線とパスも事業者にまたがるモバイルスイカ連絡定期券へ、 切り替えることもできるが、モバイルスイカでの利用はカード型スイカと比べ、販売範囲に一部制限があった。しかし2008年6月14日から駅で発売するカードタイプのスイカ定期券と同じ範囲が購入できるようになった。なお、新たに連絡定期券を 発行可能となる区間については切り替え促進のため2008年7月31日までの期間限定で一家の取扱いを行っていた。上記の期間以外は、手数料を徴収して、変更前のモバイル追加定期券に対して、瞬単位計算、パスも事業者の定期券に対して月単位計算による払い戻しを適用する。なお、2021年3月13日から、 熱海駅、工図駅を経由し、JR 東海エリアにまたがる、あるいは経由する、スイカ定期券や東海道新幹線と在来線を乗り継ぐ場合のフレックス定期券について、スイカ定期券での発売を開始したが、モバイルスイカではこれらの定期券を購入することはできない。モバイルスイカはカード型のスイカと同様 IC 乗車カードのほか電子マネーとしても利用することができる。 使用履歴の一例。一番下の、ゆしんは、ゆりかもめの新橋駅で下車したことを意味している。モバイルスイカは利用する携帯電話の形状による、制約からカード型のスイカのように駅の券売機に挿入して、利用履歴を表示、または印字することはできない。ただし、現在は末置き型の機器が一部の駅で設置されており、こちらではカード型のスイカ同様に、 モバイルスイカのチャージや利用履歴の表示、印刷が可能である。その他に、モバイルスイカアプリから利用履歴を表示することが可能である。モバイルスイカアプリにおける利用履歴の表示には IC 領域の情報を表示する SF 利用履歴とセンターに記録されている情報を表示する利用履歴表示の二つがあり、十六週以内の利用分のうち前者は、 直近の20件、後者は同50件までの利用履歴を表示できる。50件を超えた過去の利用履歴も26週以内の分はパソコン版の会員サイトにより閲覧できる。当初は各項目の金額はその都度の利用後の残額のみの表示に限られ、利用金額は表示されていなかったが、後に直前の利用履歴との差額により、利用金額を表示するようになった。 利用履歴は発行元である JR 東日本の有人改札窓口に申し出ても印字することはできない。必要な場合はパソコン版のモバイル追加会員サイトにログインして利用履歴を PDF ファイルで出力の上保存もしくは印刷するか一部の駅に設置されている末置き型の機器を利用する必要がある。また東京メトロ、JR 北海道、JR 東海、 JR 西日本、JR 四国、JR 九州、愛の風と山鉄道など一部の総合利用先の事業者では改札窓口で申し出れば履歴を印字してもらうことが可能である。また、JR 西日本の一部の駅に2014年から設置されているチャージ時に IC カードを読み取り部に置くタイプの券売機の場合はモバイルスイカも履歴印字が可能である。 履歴委員時は各事業者の基準で扱われるため一部の区間は詳細な利用履歴が表示されないことがある2010年3月13日より決済カードをビューカードとしたものに限ってオートチャージが利用可能になったなおオートチャージの設定はモバイルスイカアプリで行うカードタイプのスイカに準じてコンビニの店舗やバス車内などでの現金によるチャージが できる。構造上、カードを挿入するタイプのチャージ機ではチャージを行うことができない。ただし、カードを挿入せずリーダーライターに直接置くタイプの機器が JR 東日本、JR 西日本、東京メトロなどで導入が進んでおり、このタイプの機器ではモバイルスイカでも現金チャージが可能である。ただし、パスも導入の事業者の駅に設置されている。 同様のタイプの機器は、パスモ側のモバイル対応が2020年になってからのため、モバイルスイカをかざすとこのカードは使用できない旨のメッセージが表示されて使用できない場合がある。モバイルスイカのメニューから会員登録時に登録したクレジットカードによりチャージする方法で、1回のチャージ額は1000円単位で1万円まで、チャージ上限は携帯電話機内の残額と合わせて2万円。 までである。午前2時から午前4時までの間は、クレジットチャージできない。また、多くのカード発行会社は、モバイル Suica 利用分は、プリペイドカードチャージとみなし、ポイント加算対象外取引となっている。なお、Suica イ,インターネットサービスを利用してのモバイル Suica への、チャージは不可。銀行口座からの引き落としによる、オンラインチャージサービスで、みずほ銀行、三菱 UFJ 銀行、 au 自分銀行のいずれかの口座を持ち、当該口座でモバイルバンキングを開設していれば、携帯電話からの操作で1000円単位、1回につき最大1万円までスイカへのチャージができる。このサービスは、通常のモバイルスイカサービスや、上記のイージーモバイルスイカ会員サービス両方で利用可能である。利用可能時間帯は、クレジットチャージと同様で、 各銀行のモバイルバンキングサービスが稼働していない、時間帯には利用できない。au 自分銀行を除き、各ーとも1回のチャージごとに、手数料が発生する。手数料については、各銀行ごとに異なる。なお、三井住友銀行も、銀行チャージに対応していたが、SMBC ダイレクトのワンタイムパスワード必須化に、合わせて、 2016年8月末で銀行口座からのチャージを終了した。2007年2月13日に開始されたビューカードの利用で貯まったビューサンクスポイントをモバイルスイカにチャージできるサービスである。ビューカードのインターネットサービスビューエスネットより申し込みモバイルスイカ登録済みの携帯電話で受け取る。申し込みから受け取り可能となるまでおよそ3日間必要である。 ビューサンクスポイント400ポイントでモバイルスイカに千0 0 0円分チャージ可能である。2018年5月時点では JR 東日本のエリア外でビューサンクスポイントをスイカに交換する唯一の方法であった。スイカ電子マネーの利用などで貯まった JRE ポイントをモバイルスイカにチャージできるサービスである。JRE ポイントの会員サイトにあらかじめ モバイルスイカの情報を登録した上で交換申し込みを行う。JRE ポイント1ポイントイコール1円としてチャージできる。なお、スイカポイントは100ポイント以上10ポイント単位でチャージ可能であった。通信機能を使ってモバイルスイカに搭載可能な定期乗車券、普通列車グリーン券、新幹線特急券を購入することができる。決済は 会員登録時のクレジットカードで行い、ストアードフェアによる決済はできない。現金チャージなどにより、乗車カードに運賃を貯めておく SF 機能だけで、クレジットカード登録不要の簡易型サービス。小学生を除く12歳以上であれば利用できる。クレジットカード情報を登録しないため、チャージ方法は、現金チャージ、銀行チャージ、 JRE ポイント、スイカポイントからのチャージに限られる、他、以下の機能制限がある。なお、クレジットカードの情報を登録すると、通常会員のモバイルスイカに切り替えることができる。また、スイカポイントクラブに入会していた場合、スイカポイントクラブのサイトでも移行手続きをしておく、必要がある。2007年6月1日から開始されている、スイカポイントクラブは、 e ージーモバイルスイカでも登録可能。また2010年3月13日からは事前の手続きにより e ージーモバイルスイカのみでの登録でも提携企業とのポイント交換が可能になった。2006年12月31日までは e ージーモバイルスイカ会員になると100円分の SF マネーが受け取れる e ージープレゼントキャンペーンが展開されていた。 購入内容のご案内自動改札機通過時の表示モバイルスイカ特急券2008年3月15日より JR 東日本が運行する新幹線の特急券をモバイルスイカ上で予約購入してチケットレスで乗車することができるサービスが始まったモバイルスイカの会員はモバイルスイカアプリからあらかじめ携帯電話でモバイルスイカ特急券の購入引き取りを行うことで 新幹線に自動改札機にタッチするだけでチケットレスで乗車できる。タッチする場所は、スイカエリア内は、スイカを触れてください。スイカエリア外は、モバイルスイカ特急券を触れてくださいと書かれている。モバイルスイカ特急券は普通車用、グリーン車用、グランクラス用のいずれも設定がある。料金は10円単位で設定されている。また、 東北新幹線の早草及び小町は、切符では、加算料金の設定があるが、モバイルスイカでは早手、山彦などと同額に設定されている。2列車の乗り継ぎ乗車にも対応している。ただし、3つ以上の列車を乗り継ぐ必要がある場合や、乗り継ぎ駅で方向が変わる区間の購入はできない。なお、2列車を乗り継ぐ場合は、同じ座席種別である必要があり、 普通車グリーン車といった乗り継ぎには対応しない。普通車用は指定席でも自由席でも料金は同額である。乗車区間が乗車駅からその隣接駅まで列車、座席の指定をしない場合はいずれも自由席を利用する。新幹線停車駅相互間では現行の自由席の価格より安価に設定されている。例えば東京仙台までの運賃を含んだ額だと 普通車指定席11,090円、普通車自由席1五5 6 0円、モバイルスイカ特急券1万1 5 0円である。また換算期、通常期、繁忙期にかかわらず年間を通して、同額で繁忙期の利用制限もない。ただし、普通車自由席の新幹線特急料金が、特定特急料金である区間では、切符と比べて割引額が小さく、 切符と同額の区間もある。グリーン車用も同様に切符と比べて割引額が小さく無割引の区間もある。また、はやぶさ、小町、輝きなどの全車指定席の列車では指定席が満席の際には立席特急券が発売されることがあるが、モバイルスイカ特急券では立席特急券を取り扱わない。また、区間、列車、 発売枚数が限られるが、通常のモバイルスイカ特急券よりもさらに、割引率の高い、スーパーモバイルスイカ特急券も一部の区間で発売されている。こちらは、列車の乗り継ぎができないほか、購入後の変更は一切できず、払い戻しする場合も通常の、モバイルスイカ特急券の払いもし手数量は、 原則320円なのに対して、スーパーモバイルスイカ特急券については、割引率に応じた手数料が発生する。モバイルスイカ特急券は、取扱上特別規格乗車券の一つとみなされる、ため、新幹線駅で乗車券部分も打ち切られ、乗車距離に関わらず、特定特市内に関わる規定が適用されない。このため、在来線と新幹線を乗り継ぐ場合には、 在来線区間の運賃が別途発生し、新幹線停車駅以外の特定特使内発着の場合は通常の切符を購入した方が安くなるケースもある。なお、新幹線の停車駅でも改札外から直接新幹線改札を通過する場合、または新幹線停車駅に有効なモバイル追加定期券が搭載されている場合を除き、 当該駅からの在来線の最低 IC 運賃以上の SF 残額がないと窓口での処理が必要である。また、モバイルスイカ特急券を取り扱う新幹線各駅で在来線改札を通過する場合、自動改札機設置箇所ではそのままタッチして通過できるが、スイカエリア外の新幹線駅で自動化されていない改札口では駅係員に申し出て通過する。 モバイルスイカ特急券で予約した列車の変更は、その列車の出発前であれば、手数料なしで何度でもできる。カード決済処理は、新規購入決済無手数料による全額払い戻しという手順で行われる。また、決済にデビットカードを使用している場合、同カードの後日のバッチ処理でない限りは即時決済という特性から、変更の都度払い戻し及び新規購入の決済が、 行われるため、一時的に口座残高が目減りする。予約の取り消しはその列車の出発前であれば320円の手数料で可能である。なお2015年3月14日に開業した北陸新幹線長野金沢間は JR 西日本管轄となる上越明光伊勢についてもモバイル追加特急券が導入された。JR 西日本管轄区間のみの モバイルスイカ特急券も発売する。JR 東日本以外でモバイルスイカ特急券が利用できる初のケースとなった。また、2016年3月26日に開業した北海道新幹線市がおもりから新函館北斗間でもモバイルスイカ特急券の利用が可能となった。JR 北海道管轄区間のみのモバイルスイカ特急券も発売されている。 2020年3月14日開始の新幹線 E チケットサービスにサービスが移行され、モバイル s u i 特急券としてのサービスは2020年3月13日をもってサービスを終了した。2008年3月29日に、都かが Suica 以降との相互利用を開始したのに合わせて、JR 東海では東海道新幹線の乗車券、特急券を携帯電話などで予約、 購入してチケットレスで乗車することができる EXIC サービスを開始した。モバイルスイカでもこのサービスが利用できる。なお、JR 西日本が運行する山陽新幹線では2009年8月29日に EXIC サービスが導入され、東海道、山陽新幹線全線での利用が可能になった。自動改札機にタッチするだけでチケットレスで乗車できる。 EXIC サービスでは、モバイルスイカに、切符の情報は記録されず、SF 残額の引き去りなども行われない。タッチ時に、サーバーと予約情報の照合を行う。この場合、モバイルスイカが EXIC カードの役目を果たすので、EXIC カードを所持しなくてもよい。このサービスの開始により、例えば首都圏の在来線対応駅から、東海道、 山陽新幹線を経由して東海地区、西日本地区、または九州地区の在来線対応駅まで1台の携帯電話で乗り継ぎ利用できるようになった。利用にあたっては JR 東海が提供するエクスプレス予約への会員登録が必要である。登録方法は以下の2つの方法がある。ビューエクスプレス特約での EXIC サービスは モバイルスイカでの利用に限られる。特約申し込み後、1週間ほどで JR 東海から EX、IC カードなどが送付される。その後に、モバイルスイカから利用登録すれば、パソコンや携帯電話からもエクスプレス予約のすべてのサービスが利用できる。なお、道特約で利用する場合は別途、エクスプレス予約の年会費として1100円が必要である。EX。 IC カード等と併用できるが、モバイル Suica と同時に利用することはできない。なお、JR 東日本が運行する新幹線、博多南線と九州新幹線は、エクスプレス予約のサービス対象外である。東京駅の中央乗り換え口と南乗り換え口で、東海道新幹線と東北新幹線を直接乗り継ぐ乗り換え改札では、モバイル Suica 及び EX。 IC カードは利用することができないため、携帯電話機でモバイルスイカ特急券と EX、IC サービスを続けて利用するには、一旦在来線乗り換え改札口へ出場後、改めて新幹線改札機から入場する必要がある。この場合、在来線乗り換え改札口で一旦初乗り相当の SF 残額が必要となる。東海道、山陽新幹線から、 東北、山形、秋田、北海道、上越、北陸の各新幹線へ乗り継ぐ場合、東海道、山陽新幹線の改札通過前に、モバイルスイカ特急券の受け取り操作を行うと、東海道、山陽新幹線改札通過後には、モバイルスイカ特急券の列車変更や払い戻しができない。携帯電話、PHS、Android 端末や iPhone のうち、 お財布形態、またはフェリー化が搭載され、Suica 以外の電子マネー等が利用可能な機種であっても、一部にモバイル Suica が利用できない機種が存在する。これは、JR 東日本がモバイル Suica の提供条件として、自動改札機での通過性能基準を設けており、試験を通過することにより初めて提供を及び利用可能となるためである。よって、 基準を満たさない一部の機種は、モバイル Suica に非対応であり、モバイル Suica アプリのダウンロードそのものができない。携帯電話メーカー各社が今後発売される、フェリカ搭載機種の性能試験を行える、よう、JR 東日本は、出札機器部門担当の子会社である JR 東日本メカトロニクスの実験環境を貸し出している。また2016年8月24日以降、 暗号化通信で使用されるサーバー証明書の切り替えが必須となるため、社マイナスに及び TLS1.0 以上に対応していないフィーチャーフォン、全 PHS 及びスマートフォンの機種はモバイルスイカが利用できなくなった。その他、下記の表に従い全フィーチャーフォン及び Android スマートフォンの一部の機種で新規会員登録と、 ログインを要する各種サービスの提供が終了となる予定である。モバイルスイカ対応機種は、モバイルスイカの公式ウェブサイトを確認のこと。サービス開始前後の時期は、NTT ドコモ AU ソフトバンクモバイル、JR 東日本が独自に、テレビ CM やポスター広告を展開し、それぞれのイメージとキャラクターを併用することで、 モバイル Suica だけでなく携帯電話の販売促進を含めて宣伝効果を最大限に活用する方策を取った。当初はサービスイン後1年で100万件の会員獲得が目標だったが設定方法の煩雑さもあり100万件達成は2年3ヶ月後の2008年4月だった。それとともに緑の窓口の混雑緩和策としてモバイル Suica をアピールする。 必要性にも迫られ、JR 東日本独自の CM 等による積極的な宣伝、キャンペーンを行う方針に転換した。スイカアプリ Apple の iOS 搭載スマートフォンである iPhone については、従来は iPhone にはお財布携帯対応のフェリカモジュールが搭載されていなかったため、モバイルスイカには期待応だった。2016年9月7日に行われた。 アップルスペシャルイベントにおいて最新機種となる iPhone7、iPhone7 Plus とスマートウォッチである Apple Watch の最新機種、Apple Watch シリーズ2のうち、共に日本だけで販売される端末にファリサにも対応したリーダライタモジュールを搭載した上で、モバイル Suica のシステムを Apple Pay の使用に対応するように改良することで Suica が搭載可能になることを発表。 2016年10月25日に提供された iOS10.1 のアップデートでサービス開始した。なお、iPhone7 以降に販売された iPhone8、8プラス、iPhoneX 以降、並びに Apple Watch シリーズ3以降は、世界で販売されている端末にもファリサにも対応した、汎用リーダライタモジュールが搭載されている。設定方法は、Android 版と大きく異なり、 まず各端末でスイカアプリをダウンロードし、モバイルスイカ会員登録を行った上で、Apple Pay の設定アプリ、Wallet の起動中に別途用意したカード型のスイカに端末を重ねると、Apple Pay のアプリケーションがスイカの残額や定期券の情報を読み取り、カード型、スイカの代替として使用できるようになる、というものである。情報を読み取った後のスイカカードは、一切使用ができなくなる。 カードのデポジット500円分は読み取り時にチャージ残額へ上乗せして返却されているため駅窓口に返納する必要はなく自身で処分することができる。または既存の Android 端末からのモバイルスイカ引き継ぎも可能である。読み取りに用いるスイカはスイカ、マイスイカ、スイカ定期券の3種類が使用可能であり複数のスイカを登録することができる。Apple Pay には 自動改札機でのスムーズな通過を念頭に使用時ごとの認証を省略できるエクスプレス認証モードが用意されているがエクスプレス認証を使用しなくても自動改札を通過することはできるを行う必要がある。チャージや定期券の更新はスイカアプリで登録したクレジットカードまたは Apple Pay による クレジットカードプリペイドカードでの決済となり、登録クレジットカードをビューカードにすることでオートチャージを利用することもできる。またマイスイカとスイカ定期券のみ、クレジットカード登録のメニュー項目からのデビットカードの登録も可能である。ただし、銀行チャージやキャリア決済チャージにはには対応しておらず、スイカではデビットカードの登録にも対応しない。 現金チャージについては、スマートフォン対応のスイカチャージ機にて対応している。無記名式、スイカ扱いとなる場合は、紛失時などの払い戻しができない。このように、iOS で提供されるスイカサービスは、厳密には、モバイルスイカとは異なるものとなる。リリース発表時点では、 サービスの詳細について明らかになっておらず、JR 東日本では iPhone に搭載される Apple、Beta 用版の s u i について、既存のモバイル s u i で提供しているサービスが使えるようになると説明していた。サービス開始後は s u i c アプリ経由で定期券や s u i グリーン券、モバイル s u i 特急券の購入、利用が可能なほか、2017年10月23日からは、東海道、 三陽新幹線の EX、IC サービスの利用が可能となった。これらのサービスの中には、フィーチャーフォン版、アンドロイド版では、年会費を要するものも含まれるが、Apple Pay 版スイカでは、年会費が不要である。iPhone7 以降では、メルカリのスマホ決済サービス、メルペイ経由で、チャージすることが可能。2018年8月1日より、 みずほ銀行と JR 東日本からみずほ Suica が提供されている。Apple Pay のほかみずほ銀行の口座からの残高チャージが可能。基本的には iOS 向けの Suica と同等のサービスではあるが定期券や特急券の利用など一部サービスの利用に制限がある。2018年5月24日、JR 東日本は Suica が Google の提供するモバイル決済サービス。 Google Pay に同日から対応したことを発表した、お財布携帯機能を搭載した、Android 5.0以降の端末が必須である。Google Pay のアプリ上で新たなスイカアカウントを発行し、カード型と同様に乗車カードや電子マネーとしての利用が可能となる。また、Google Pay のアプリ上でチャージや残高確認などが可能となる。 一台の Android スマートフォンに発行できるスイカは一枚のみ。チャージには Google アカウントに登録したプリペイドカード、デビットカード、クレジットカードが利用可能で、店頭、券売機での現金でのチャージにも対応する。銀行チャージには対応しない。スイカに Google Pay からのチャージが可能となる。モバイルスイカアプリの併用も可能である。同一の Android スマートフォン上のモバイルスイカと、 Google Pay で使用するスイカは同一のものである。同アプリにより Google Pay ではできないスイカに対するいろいろな手続きが可能となる。Google Pay で登録した場合、モバイルスイカアプリでモバイルスイカ会員またはか、Easy イ,イル b i l 会員として登録しない限りはスイカ定期券やスイカグリーン券、モバイルスイカ特急券の購入、利用はできず、エクスプレス予約にも対応しない。 また、JRE ポイントスイカポケットの受け取りや、ネット決済の支払いにも対応しない。また、無記名式モバイルスイカ扱いとなるため紛失時などの払い戻しができない。NTT ドコモ AU ソフトバンク Y、モービレシムフリー端末クレジットカードでのネットショッピングなどでは、通常、名義人、カード番号、有効期限、セキュリティコードなどを紹介する。 モバイルスイカシステムではカード番号と有効期限の2つしか紹介しておらず、モバイルスイカ会員とクレジットカード会員の名義の確認も行っていなかった。このため、カード番号と有効期限を何らかの方法で指認すれば他人のカードで会員登録が可能であり、実際にこの不備を悪用して会員登録した第三者がクレジットでチャージを繰り返した。 被害はカード65枚分でおよそ1000万円としており、最も多い額では1日で30万円を使ったケースもあった。2007年11月にこの事件が報道され、JR 東日本は警察に被害届を提出するとともに、セキュリティ体制の確保、1日あたりのチャージ上限を4万円とするなどの対策を取った。またクレジットカードは、 複数のモバイルスイカ会員の決済に使用できない措置を取ったため、すでにモバイルスイカ会員であれば、同様の被害は起きないという、ありがとうございます。